それやってても正直筋肉は一切つかなかったですね。その期間は本当にもったいないなと思って、うん、初心者のうちからこそ、はい、しっかり取っていった方がいいなと。はい、どうも、くまです。今日はスペシャルゲストのまさやさんにお越しいただきました。こんにちは、まさやです。よろしくお願いします。お願いします。今回はダイエットを初めて始めるときに、ダイエット初心者のうちに知っておきたかったことベスト5ということで、まさやさんの方にちょっと教えていただこうかなと思います。まずは1つ目。1つ目は筋肉は食事で作られるということです。自分が初心者の時にジムは行ってたけど、食べると脂肪つくと思って食事も全然取ってなかったっていう時期があって、それやってても正直筋肉は一切つかなかったですね。ほぼ筋トレでしっかりと筋肉に負荷を与えて、その修復の時に、食事で栄養を与えてあげて、それで筋肉が育っていくと、筋肉がついていくというのを知らずにやってたので、その期間は本当にもったいないなと思って、うん、ひたすら自分をいじめるみたいな行為を筋トレして食事取らないみたいにしてたんで、その期間はとんと無駄だと思ったんで、まずはちょっと筋肉は食事で作られるということをちょっと皆さんにも知ってほしいかなと思います。大体なんか8割ぐらいは食事が重要みたいなこともボディメイクにおいて多分言われてると思うんですけど、本当それぐらい食事を変えないと体変わんないなっていうふうには実感しましたね。ダイエットにおいては本当食事がもう8割って言っても過言じゃないかなっていう感じですね。やっぱ筋肉をこう増やしていく、筋肥大させていくってなると結構もうちょっと筋トレの割合が大きくなってくるのかななんて個人的には思うんですけど、トレーニングと食事、ここ車の両輪みたいな感じで両方とも大切ですよっていう感じですよね。最初はね難しいかもしれないけど、両方考えながらやっていくことが大事かなと思います。では2つ目ですね。2つ目はプロテイン飲むのはマッチョだけじゃないというポイントですね。これもさっきのに若干近いかもしれないんですけど、プロテイン飲んでるって思われるのは最初すごい嫌で、あの人ガチじゃんみたいに友達から思われるのとか、ちょっと家族から思われるのもちょっと嫌だった時期があったので、最初プロテインは全く飲んでなかったですね。なのでこの期間は無駄な期間だったなというふうに思っていて、今コンビニとかでもすぐ買えるようになってて、美味しいのもあるんで、プロテインはね飲んでると、いやお前ガチじゃんみたいに、お前なんかそうね、冷やかす人もいると思うんですけど、気にせずに、野菜ジュース飲むぐらいの感覚でプロテインもしっかり取っていった方がいいなと思います。だいぶ手軽に取れるようになりましたしね、コンビニとかで。そうパッケージもねだいぶおしゃれなやつが増えてきてるから、前は多分自分で粉持ってってシェイクしないといけないとかそういう時代もあったけど、今美味しいのもあるんで、プロテインは本当マッチョになってから飲むんだみたいな考えじゃなくて、初心者のうちからこそ、はい、しっかり取っていった方がいいなと思います。そうですね、あれはなんか特別な筋肉増強剤みたいなイメージを持ってる人たまにやっぱりまだいるんですけど、確かにやばい薬みたいな確かに、ね、感じじゃないんだよっていうのは筋トレしてない人にも知ってほしいですね。はい、じゃあ3つ目、はい、お願いします、はい、3つ目は筋トレ以外にもプロテインを飲むっていうことが大事だなと思いました。さっき筋トレ終わりにプロテイン飲むの嫌だったみたいな話をしたんですけども、日々ですね筋トレしてない時もやっぱ体って結構栄養を求めてたりとか筋肉が傷ついてたりするので、そこにやっぱ栄養を入れてあげないと体がどんどん弱っていくとか筋肉も傷ついたままみたいな状態になってしまうんで、やっぱりタンパク質であるプロテインは日常からですね飲んでいった方がいいなっていうのが、はい、実感したことです。4つ目は大事な食事は、鶏胸とブロッコリーだけじゃない。結構なんか筋トレしてる人のご飯なんか鶏胸肉と、ブロッコリーと、入ってたもコーンぐらいみたいな、なんかそんなね先入観を持ってる人がいると思うんですけど、本当にあれはもうボディービルやって大会の1ヶ月前とか2週間前とかそういう大詰めに取る食事なので、普段はみんなちゃんとお米とかも取ってるし、気にせず食べてる人もいるんで、なんかそんなにストイックなイメージを持たずとも気軽に筋トレとかダイエットも始められるので、あんまりこう食事制限っていう先入観を捨ててほしいなっていうのがあります。あとは鶏胸肉は、安くてタンパク質も入ってて
まあ、低脂質っていうのでみんな取ってるだけなんで、他にも例えば牛肉とか魚とか本当いろんな選択肢あって、まあ、大豆とか豆腐もあるし、そういうね、一つのこうイメージにとらわれずに、いろんな美味しいものがあって、それでボディメイクできるんで、 そうですね、それはぜひ、ね、知ってほしいなと思います。思ったより幅ありますよね、食べれるもの。あるあるある、全然ある。しかも炭水化物食べちゃダメなんでしょうみたいな人って結構多いですよね。多い。米普通に自分原料末期でも食べてますし、俺もだから今はね、もうお米2合は最低1日で食べてるし、それぐらいどこどこ食べてるんで、ちょっと変なイメージは捨ててください。じゃあ最後5つ目、はい、これ筋トレダイエット全部に共通して大事なんですけど、お腹は空かせないっていうことが非常に大事だと思います。結構食事制限とかして一気にもう食べませんみたいなことやって、まあ、それもそれで痩せるんですけど、辛いし疲れもたまるし体も元気がなくなっちゃうっていうのが出てきちゃうんで、しっかり食べる方がね、代謝も上がって痩せやすい体になるんで、お腹を空いたと感じたらちょっと食べるぐらいのイメージを持って筋トレとかダイエットのボディ向けの食事をしていくと、とてもいいと思います。例えば今3食しか食べてない人だったとしたら、それを5食とか6食に全体のね量は変えずに小分けにして食べていくことで、お腹も持ちが良くなるし、お腹空くタイミングもなくなるので、5回いつもの夕食分を食えっていうことじゃなくて、小分けにしててもお腹空かないうちに食べた方が効率がすごいいいなということです。やっぱ日本人はなんか3食取るみたいなのが多分ね、いろんな家庭でこうしつけとして昔からあったと思うけど、全然それにとらわれることはないし、まあ、まずは4食にして、そこから5食にするみたいな感じで習慣作れば、はい、いいダイエットとか筋トレボディメイクできると思います。これ今5つ言ってきたんですけど、最初に取っかかった方がいいものとかってあります？いや、プロテインは早めから飲んだ方がいいですね。やっぱプロテインあれですもんね、肉とか魚とかだけで必要量を取るってなかなか最初のうち厳しいですね。無理。特に日本人の場合はタンパク質が少ない食事で育ってて、欧米とかだと多いかもしれないけど、日本の方はやっぱ普通の人はあんまりタンパク質取らない食事で育ってきてるんで、やっぱりね、プロテインっていうのはいつも足りなかった栄養素を補うっていう考えで、そう、プロテインはまず最初から飲んだ方がいいですね。筋トレしなくても飲んだ方がいいし、いいですかね。そんな感じですね。はい、いかがだったでしょうか。かなり参考になったと思うので、皆さんぜひ実践してみてください。ではまた。こんな感じで、はい。